それでは早速本日のお客様をお呼びしますよ。この方です。もう一本決まるまで打ち切ってこそエース。お願いします。あずまね朝日を演じてます、細谷吉正です。イエーイ、イエーイ。よーしゃー。こんなとこなんですね、こういうところです。アマゾンにね迷い込んだみたいなんですよ。やったー、本当にすごいなと思いました。ということでね、今回はついに3年生からゲストが来てくれました、はい、やった、ね、初ですよ。細谷さん初3年生ゲストです。今まで1年組だったんですよ。そう、あ、先週2年の、はいはいはい、あ、そうだそうだ、そうそうそう、先週だ、そうそう、マサダさんがね、お、そうで、番組の最後のところで、うん、来週は細谷さんが来ますって言ったら、いいな、いいな、くそ、やりてぃよーつって、やりてぃよー、ダメですー、4人とまとまらないですからね。誰も僕をまとめてくれないですから、ちょっと本当に、嘘、そうなんですか、本当に本当に、ということで、細谷さんのことをより知るために、まずはこちらのコーナーに行きましょう、うん、打って返して、コンビネーション Q&A。 バレーボールのコンビネーションのように、僕たちが質問という名のトスを上げますので、ゲストの吉正さんは回答という名のアタックを打ってください。全ての質問をぶつけ終わった後で気になる回答を振り返りたいと思います。準備はいいですか？任せてください。あ、噛みましたけどね。大丈夫、任せてください。不安だな、大丈夫ですか？まあでもちょっと時間もあれなんでね、ポン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 やっていきますよ。それでは質問始め。ズバリ、ハイキューって一言で言うとどんな作品？バレースポコン漫画作品。ハイキューはバレーボール部の物語だけれども、吉正さんは学生時代何か部活に入っていましたか？演劇部と剣道部です。吉正さんが演じる東根朝日ってどんなキャラクター？大きな小動物です。演じる上で意識したことはありますか？気が弱い人でいようと思ってます。自分と似てる点はありますか？声です。ハイキューの、ハイキューのアフレコ現場で思い出に残っていることはありますか？カイト君が第9話の打ち切ってこそエースのシーンをやった後に、めっちゃかっこいいっす、めっちゃかっこいいっす、すげえ褒めてくれたの覚えてくる。村瀬からの個人的な質問です。はい、何ですか？最近ハマってることありますか？最近ハマっていることは、最近ですね、サイキッカーの方に会ったんです。だからスピリチュアルですね、スピリチュアルにハマってますよ。石川からの個人的な質問です。後で手相を見てもらえますか？いいでしょう。ありがとうございます。はい、村瀬さんと石川の後輩2人に何か一言お願いします。村瀬さん、じゃあ何か一言英語、あ、分かりました。じゃあ これから至急全部英語でちょっと10秒間しゃべっていただきたいということと、はい、海人君には、これからも仲良く、あ、これからも仲良く、それはよろしくお願いします。言われなくても大丈夫です。ちょっとなんか難しいですね。いや、なるほどね。いや、村瀬君もこれからも仲良く、はい、オッケー。はい、では番組を聞いてくれているリスナーさんに一言お願いします。一生懸命頑張ります。はい、よろしくお願いします。何これ、ちょっと俺素人みたいじゃないですか。ちょっといやー、ちょっと熟練されていますね。はい、うん、自分と似ている点、はいはいはい、声というふうにおっしゃってましたけど、声以外にも結構似てる点あると思う。うん、なんか僕は分からないです、自分のことが。いや、僕、うん、一番最初のさっき、レギュラーで一緒だったっていう時に、はい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 、細谷さんやってる役がすごい結構、うん、どっちかっていうとどっしりしてて、佐世保弁のね、そう、佐世保弁のバンからね、そう、結構なんか不良不良っぽい、いわゆるその、うん、はい、タイプで言うと不良で、ちょっと怖そうな感じなのに、だから僕、細谷さんが初め役やってるの見て、あ、はい、この人多分怖い人なのかなと思って見てたら、その時も、あ、細谷です。あ、はい、はい、っていう感じで、うわー、なんか、ギャップすげーって思ったのを覚えてて、なんか細谷さん多分ずっと、あ、なんか朝日って言われた時に、はいはいはい、わかるわかるって。